し、やるぞ。時は戦国、地は乱世、誰もがすさみ、奪い合い、倒れゆく世の中にして最も熱く、たくましく、活力に満ちた時代。今、無数の英雄たちが意志のままに刃を取り、一つの頂を目指す。選ばれるのはただ一人。ああ、ついに始まってしまった我が君による日の本総布教計画が。遅い、迎撃の手はずなどとうに整っている。来るがいい、我と天に照る日に秘策あり。毛利の秘策、心の暗雲晴れませぬ。大霧の音が響くまで石の立ち花、いざ行かん。出るのだけが上手くなってくぜ。くだらぬ相手だ、捨ておくがよい。えは、はガラン堂の我だからこそ全てを見知れたもの。そう、この世にこびりつく夜の忌々しさを。2、1。予見の通りに来たか。行くぞ、敵軍に報いる一矢となるまで。困れようぞ。今の状態ちょっとまずいかも。座流橋に入って方向先をやめました。秋の兵よ、100万一心にて勝てる。散るはものの逃げるは民草よ。もしかしてコロッと負けちまうのか。舞台の再編には短く持って四半月か。そんな構えで大丈夫ならば、いざ。死して当然、それだけの覚悟で臨む。勢いにございます。戦場の熱が増したが煩わしい。貴様には見えるか、数百時の行く末が。今のうちに姿を消そう。それ以上失敗したら怒られるぞ。皆の者、ここは一つ拙者に任せい。貴様には一段引いた庭先が似合うよ。さすがと言わせてください。
あなた方の瞳は強い。裾がほつれておりますが、縫いましょうか。たたりや沈めん、雷霧よ。防衛失敗で、出直すんだ。眼前ではなく、勝ち筋の上に塞がっていそう。ネシン様、雷霧を持つとき、まれに小指が立ちます。ありがたく、ありがたく。我が君を、皆あなたのために作っているので。案ずるな、我らとて元就様の思惑は分からぬ。座敏橋に入って水回りがきれいです。私の先例名はマグロ漁村。これぞテルヒの大鏡よ。天津氏の力にて全てを焼き尽くせ。あー、鏡が攻撃してきた。陣を奪取しろ。勝者を止めるのだ。貴様を撃つ一点、蜜は利が生じ。諸歩の刑と我が来れば致命だ。百万一心、すべては奴を射抜く矢となれ。強そうな人だな。よし、本気で行こうか。それがしと出会った。それが貴殿の失策だ。笑顔で挨拶したら見逃してくれるかな。色型綺麗に選択しといてよかった。倒せとは言わん。疲弊させればそれでよい。よりによって貴殿が相手か。分かった、死んだふりすればいいんだ。ならぬ、大鏡が奪われたか。皆の者、陣を取り戻し、光を収束させよ。これぞ雷神の降臨。いや、鬱憤発散ってやつだ。先には行かせん。この命に変えてでも。所詮俺らは舞い散る木の葉の一枚一枚。行用のように固く、安ず葉のように滑らかに。この命は芽吹いた時に立つべきであった。拙者最後の相手としては不足なし。ありゃ雷様だね。クワバラ、クワバラ。夫人の隙など照らせば一目瞭然よ。ザビー様は言いました。あなた、天国まであと一歩ね。ありがとう。こうして暴れてると奥にでもなった気分。この玉の王、散らすわけには参りません。それがしに手を出さぬなら勝ちを譲ろう。邪念は足を引きます。重々お気をつけよう。新座美教第14回、備え物はあなた。
奴の証明を手に取るように分かる。やっぱ俺進む道間違ったな。矢を連ねて来るのも3本程度で倒れ立ち向かうという忠義素晴らしきものです。こうして暴れてると奥にでもなった気分。助かるね。めぐり手は舞い戻る。この雷霧の刃物、どうかこの世のすべてが報われますよう。あの者が倒された次の策を考慮するが、力しか能がない。己でそう認めたか。果たし合い、果たしうるのは一人の俺が壁になる。たまには格好つけさせろ。息を殺し、我は時を乗り越えてきた。貴様にその道のりは分かるまい。進め天月の友柄どもよ。今こそ白日のもとに我が名を記せ。定められた才の目よ、貴様には傾かぬ。ならば島本の誰にも劣らぬ。あなたの姿がどこかで聞き覚えが。見習うの、ここは誰かに任せる。誰か誠の心、むやみにさらしてはならぬ。兵をぶつけるだけ損ずるか。この大方なくして秋の平和はなかった。世の中よ、道こそなけれ思い入り。かすり傷の一つも負わせてみせようぞ。我が頭上の大鏡を脱するか。怖くてたまらねえのに心が踊る。我に心はいらぬ。我の理解など求めぬ。ただ日輪とあふるる地だけがあればよい。あと何百通すれば奴を倒せるというのか。鬼筆石火あり、水俣火あり。不確定はこのまま、故に貴様もこのまま。世に最もいらぬもの、それは愚か者の知恵だ。邪念は足を引きます。重々お気をつけよう。貴様とは重ねてきた憂慮が違うのだ。東などいらぬわ。中国は我が治める。我は誰よりも悟く脅威であった。名乗れる者ならば雷神と。右に宿すは貫く心。今日も一日頑張ったな。左に宿すは尽くす魂。こんな疲れた日にはやっぱり。お風呂に入って
ゆっくり休もう。あ、いえ、その、何かの間違いです。ザビー教を広めに参りました。やっぱわしも布教させられるのか。